おい、ヤドバタ逃げるぞ。おい、ヤドバタ早く行かねえと俺たちも。今の聞いてただろ。このままだと、あいつまた誰かをやる気だ。だから逃げんだろ。俺たちはどうにも無理だ、逃げるしかないって。だからって放ってなんておけないだろ。お客様来た？はい、自分行ってきます。いいよ、私行ってくるから。いやいや、大丈夫です、僕行きます。大丈夫。ヤドマタ君、まだ接客についてそんなに教えてもらってないですよね。まだできないことあると思うから。じゃあ横で仕事見て覚えます。メモ持ってきてらっしゃい。はい。じゃあヤドマタいる？今ヤドマタ留守にしてていいね。うわ、本当だ、ヤドマタいねえじゃん。ヤドマタ、はい、これドクターペッパー。あざーす。タイミングが悪かったな、カズラギ。退院はいつ頃できんの？もうできるよ。でもお前来るって言ってたし、のんびり待ってただけ。本当？悪い、待たせたな。お疲れ様です。あ、それホワイトボード、私の分も休憩中に書き換えてもらえません？了解です。井浦ひまりって書いてあるでしょ。勤務中って書いてあるとこです。ああ、わかりました。よし、変えときました。うん、ありがとう。ヤドマタさん、ちょっとこっちお願いしてもいい？あ、はい、すぐ行きます。カツラギさん、それ終わったら次こっち。はい。打刻忘れないでくださいね。今日は結構来るかも。行ける？お疲れ様です。いい働きっぷりだね。安心しろ、峰打ちの予定だ。お、ヤドマタ節が始まったな。はっ、せっ、はっ。敵が多いな。こんなに多いと記念撮影したいよな。ほら、あの時計台の前とかでさ、目離すなよ。助かるヤドマタ。敵が時計に夢中のうちに一人ずつ補欠しばいてやる。はい、オラドラドラくらえ、ドラ、はい、オラ、はい、向かい、ヒーローがやることかよ。やっぱヒーローはかっこよく一発で仕留めないとな。かくらえ、二人でヒーローらしい必殺技決めてやろうぜ。わかった。戦闘メモン、グリッチブレイバー。能力者たちの世界で、ただみんなのヒーローになるだけの物語。一斉攻撃グリッチコンティニュー。